はい、どうも皆さんこんにちは。ラブラブホリデーのシュートです。今日はですね、以前に、ロンドンのですね、観光の仕方みたいな感じで、レンタルシェアみたいなやつを紹介したんですけど、今回ですね、新たな移動手段ということで、レンタルシェアよりもですね、もっともっと楽な、ですね、便利な乗り物を見つけましたので、今回はそれを紹介したいなと思います。おそらくですね、ロンドンに観光に来たことがある方とか、これ街中で多分ね、見かけたことあるんじゃないのかなと思うんですけれども、それがですね、今回紹介するこちらですね。これロンドンの街中とかで見かけたことある人いるんじゃないでしょうか。これですね、ライムと言われる、乗り捨てとか乗り降り自由にできる、レンタルシェアの自転車になります。でこれ何が前回のやつと違うかと言いますと、前回はですね、スタンドがあったじゃないですか。そのスタンドまで行って実際にお金をそこで払って、乗り降りをするっていう流れだったと思うんですけど、今回のこれはですね、どこで降りてもどこで乗っても大丈夫です。こちらですね、このように専用のアプリ、 Apple でも Google でもどちらでもいいんですけども、どちらかからですね、この Lime というアプリをダウンロードしていただいて、こんな感じですね。それでですね、自転車を探したら、このようにここにQR コードがそれぞれ自転車にあるので、アプリの画面でこれをスキャンします。で実際に僕今からちょっとお魚買いたくて、ちょっとスーパー近くのスーパーちょっとね、生のお魚売ってないんで、ちょっと買いに行くんで、ちょっと実際に使ってみましょう。このようにですね、まず、アプリを起動すると、自分の近くにある自転車の場所がですね、このようにいっぱい出てきます。でこの赤くなってるところは公園とかだったりするんですけど、こういうところはちょっと止められません。早速ですね、このスキャントゥーライドっていうボタンがありますので、これを押してみます。一応ね、このそれぞれの自転車とかタップすると、でこれ僕言い忘れたんですけど、何がすごいのかっていうと、何が楽かというと、これ全部電動自転車なんですよ。電動アシスト自転車です。なのでめちゃめちゃ楽なんですよ、漕いでて。それが前回の自転車とは違う点にもなりますね。電動なので、どのくらいバッテリーがこの自転車にあるかっていうのが書いてあります。これは充電が3つあるんで十分ですね。で金額もここに書いてあります。まず鍵を開けるのに1ポンド、あとは1分ごとに15ペンスずつかかっていきます。なので前回紹介したライドシェアよりは、割高になってしまうんですけれども、何せ楽です。で早速スキャンしていきますね。はい、このようにスキャンすると、今みたいに鍵が自動に開きます。そうするともうこれ今から自由に使って、あとはその最後鍵を閉めると、そこで料金の精算が終了になります。であと何が便利かっていうとね、ここにね、この携帯をね、固定できるところがあるんですよ。ってことはこれ道とかがね、多分ロンドン観光地でもわからないじゃないですか。ここに携帯を置けばね、道とかがね、スイスイ分かって、簡単にね、移動することができるようになります。今ね、このような坂道なんですけどね、全然座ったまま行けちゃいます。こんな感じで置いてあるんですね、普通に。でもめちゃめちゃ快適です。一応ね、自転車運転してるときはこういう風にカメラは撮らないようにしてくださいね。ただめっちゃ快適ですよ、こんな感じです。坂もね、めちゃめちゃ楽。もう本当にこれ見つけたとき僕ね、感動しましたよ。もうちょっと料金は割高なんで、本当になんかね、観光とかするときちょっと自転車乗りたいなみたいな、でもなんか普通の自転車結構しんどいなみたいな思ったときは、これ使ってみるとめちゃめちゃありだと思います。最後降りるときは必ず鍵をちゃんと閉めてから降りるようにしましょう。あれ、鍵閉めないでそのままどっか行っちゃうと、そのまままだ料金も発生しちゃうので、必ず鍵は閉めるようにしましょう。パリといえばね、